羽生結弦、魅惑のフライングピース。超豪華、ファミリー写真に世界で反響。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケートのグランプリ、GP シリーズ初戦ロシア大会は22日、エキシビションが行われ、終了後はリンク上で出場選手が集合したセルフィー写真を撮影。 ハニュー・ズル、ANA はリフトされて決めた笑顔のフライングピースを決めた写真を実際に撮影したミーシャ・ G、ウズベキスタンが自身のインスタグラムで掲載し、世界のファンに偉大なスケーターたちの輝かしい笑顔などと反響を呼んでいるエキシビションでチェン、メド、ヒグチラと表情集合。G が、SN、S 公開で反響、フィギュアスケートのグランプリ、GP シリーズ初戦ロシア大会は22日、エキシビションが行われ、 終了後はリンク上で出場選手が集合したセルフィー写真を撮影。波乳ズル、ANA はリフトされて決めた笑顔のフライングピースを決めた写真を実際に撮影したミーシャ G、ウズベキスタンが自身のインスタグラムで掲載し、世界のファンに偉大なスケーターたちの輝かしい笑顔などと反響を呼んでいる美しき戦いを終え、華やかに銀盤を彩った。22日はエキシビションが行われ、 大会に出場した選手たちが再び、華麗な舞で観客を魅了した。世界のファンの注目を集めたのは、最後の集合写真。リンク上で出場選手30人以上が揃って中央に集まり、撮影役の G を中心に輪ができた。ところが、羽生は直前に会場に発射されたテープが足に絡まってしまい、集合に出遅れてしまうアクシデント。後列になったが、いの計らいが、君が主役だ。 と言わんばかりに、男子ペアのオンドレーホタレック、イタリアが羽生をギフト。後方からグイッと持ち上げ、シャッターを切る瞬間は結果的に最も目立つような形になった。そんな一枚を G は自身のインスタグラムでファミリーとのコメントを添えて掲載。羽生は後列中央左で一人高い位置から顔をくしゃくしゃにして笑みを浮かべ、右手で顔の横からピースサインを決めている。A、つゆ・中などの言葉で反響。 なんて素晴らしい写真。フライング譲る。他にも、男子シングルで優勝したネイサン・チェン。米国。女子シングルで優勝したエフゲニア・メドベージェは、ロシア。その隣で砲を寄せ合う信、樋口新用日本橋女学館高かなど。今大会を沸かせた選手たちが収まり、一様に笑顔。雰囲気の良さが伝わる。なんともハッピーな一枚になっている。素敵すぎる。ファミリーの集合写真に対し、コメント欄も英語、ロシア語、中国語。 日本語と様々な言語で声が上がり、ありがとう、G と撮影した G への感謝の言葉とともに、パーフェクトな写真、最高に美しい、偉大なスケーターたちの輝かしい笑顔、なんて素晴らしい写真なのと反響。羽生に対しても、フライング譲る。誰が譲るを持ち上げているの譲が底抜けに手入会と注目を集めていた GP シリーズ初戦を終え、各選手たちは今後、ピョンチャン五輪を目指し、 しのぎを削っていく。自身初の4回転、ルッツを成功させ、今大会2位の羽生は実力はもちろん、ロシアのファンから日本語で巨大なメッセージが掲げられるなど、世界的な人気を証明。男子シングルの金メダル争いの最前線に立っている。果たして、ここからどんな前でファンを魅了してくれるのか。世界の注目は高まっている、羽生結弦が空を飛んだ。魅惑のフライングピース。 ミーシャが公開した超豪華、ファミリー集合写真の一枚、ファンに子供に。ロシアでも愛された羽生譲る。客席に18文字の日本語メッセージ、譲る範囲は世界に愛され続けているロシア人ファン、フラワーボーイ。実力のみならず、世界的人気を示した GP シリーズ初戦、フィギュアスケートのグランプリ、GPGP シリーズ第2戦ロシア大会は21日。 男子フリーでショートプログラム、SP2 位の羽生譲る、ANA がフリー1位の1 9 5 9に点をマークし、合計290.77点で2位。SP1 位のネイサン・チェン、米国に優勝を譲ったが、4回転、ルッツに初成功するなど圧巻の演技でロシアのファンを魅了。演技後、客席に結ぶゲン。 オリンピックシーズンの大勝利をとメッセージが掲げられたことが話題を呼んでいる。譲る範囲は世界に愛され続けている。21日に行われたフリー。羽生は生命の荘厳なメロディーに乗り、初挑戦の4回転ルッツを成功させるなど、シーズン序盤としては高得点の1 9 5 9に点をマーク。優勝こそ逃したが、王者の前は現地のファンを魅了した。それが現れたのが、 演技後だった、羽生が大ファンである、熊野プーさんのぬいぐるみが次々と投げ込まれた。SP でも、米メディアに、雨が降り注いだと報じられていたが、連夜の祝福は日本人ファンのみならず、現地のファンも参加。そして、投げ込まれたプレゼントを拾い上げるフラワーボーイ、ガールの中に、挑発のロシア美少年が。SP の際には、絵を本人にプレゼントし、微笑ましいシーンは世界のフィギュアファンの線を釘付けにしていたが、 よほどの大ファンなのだろう。この日もそばにおり、頭を撫でられていた客席に掲げられた18文字のメッセージ。ロシアを愛し、ロシアに愛された世界王者、そして、客席でも象徴的なシーンがあった。結ぶブオリンピックシーズンの大勝利と1メートル四方はあろうかという巨大な大きさに1枚ずつ記し、会場のどこから見てもわかる18文字のメッセージが掲げられていた。 無数な日の丸が揺れる中、手に持っていたのは、ロシアと見られるファンが多数を占めていた。日本でも熱狂的な人気を誇っているが、遠くロシアの地でも愛されている羽生。それは、世界王者として実力が認められていることの証でもある、自分にとって初となるグランプリシリーズ優勝を勝ち取ったのが、まさにここでした。なので、良い思い出を持っているんです。s p 後にはこう語ったことが、米メディアに報じられていた。 ロシアを愛し、ロシアに愛された22歳。GP シリーズ初戦で得た力を進化の原動力に変え、絶対王者はさらに世界のファンを魅了していく。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。